おはようございます。フィッシングスーパースターです。谷田圭太さん、おはようございます。おはようございます。番組見ました。ありがとうございます。もろ谷田圭太特集のあんなないっすよ。ありがたいことです。その時その帽子かぶってくれてなかった？かぶってます、ね、ありがとうございます。だけどその後流しちゃったんですよ。今日持ってきました。ありがとうございます。いただきます。いや、ということで今日はね、谷田さんにうなぎ釣りをやらさせてもらおうという運びなんですが、実はですね、オーマイガー、すごいですね。あのね、もうほんまこの釣りがやりたすぎて何本作ってやりましたよ。まだ、あ、ごめんなさい、まだ谷田さんには見せてなかったんですが、4本、あ、まあ、去年1本あったんで3本プラスしてトータル4本作ってきました。あのね、いろんな川の水押しを感じたんで、まあ、いろいろ対応できるようにエクスペーションの S70 と C68、C77 でジギングロッドでね、もう1本作ってきたんですよ。硬さがいろいろ違うんですね。長さも全部違います、ね、長さ違いの硬さ違い、このちょっとの長さが大切なんですよ。やっぱりそう思ってました。あと硬さ、硬さね、まあ、あの本当に水流の速いところにでかいのがいるんだなと思って77で作ったり。これいいですね。これいい、めちゃめちゃいいですね。この先がすごいじゃないですか。先がパイプが分厚いし削れなさそうだし、はい、しかも長い、このパイプのここの先端が長いっていうのがいいですね。要は加えた時に、これは短いと、なるほど、引っかかるんですよ。なるほど。大きいのを加えると、だけど大きいの加えてもこれだと引っかかんないから、スッて竿が抜けるんですよ。なるほど、狙ってませんでしたが。ところで今日今から攻めるんですが、はい、どの、ああもうこのこれ一番強いやつ、一択、うん、一番、うん、強いやつです。あとはでもね、これもすごいいいですよ。これショドロとせーね、うん、谷田さんのに近い感じですよね、これ、うんうん、なるほど、このままよりも先足した方がいいってことですね。そうですね、これどうしてもここが石にぶつかると削れてくる可能性があるんで、カーボンが、そう、そうなんですよ。なるほど、めっちゃぶつけますもんね。そこでおりおりで、あの一生懸命やってる時にこれ1本しか持ってってないとできなくなると、すごいショックなんですよね。わかりました。もう今日はこれ、とりあえずこれ一択で入場券買ってちゃんとやりますんで、ありがとうございます。どうしよう。じゃあ谷田さん、久しぶりさんの土壌付け、これが難しい。服で包むんでしたね。そうですね、服でくるんで、脇、背中、ここでいこう。もうちょっと、わかりました。よし、行きます。そーっと、そうそう、うなぎは振動に敏感ですもんね。この手前からも食う可能性はある？ない、ない、ここ止まってるじゃないですか。はい、奥、この奥のここの隙間、はい、こっち側、はいはい、あと向こう側、はい、でも攻めるのはここから、そうですね、できるだけ平らにしながら、まずここから攻めてもいいかもしれない。こっち側から、ここですね、手に触ってもらえていいかもしれない、はい、あ、これだ。あ、結構狭いんですね。そう、ここは狭いんですよ。入れた感じで、その穴の角度を、どんな角度かなって、はい、角度をサーチしてます。ん、食ったかな、食った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 よ。ライン1回緩めて緩めて緩めてる、食いましたよ。
ちょっと持ってた、ちょっと持ってた。絶対でかいよ、ここは。ここは絶対でかい。間違いない。食った。早合わせダメですよ。はい、わかりました。ゆっくりします。うん、食ってますね。うほあとはもうタイミングは行動さんに任せます。わかりました。めっちゃ難しいんですよね、それが。それが難しいんですよ。分って合わせちゃうと、うん、食えなかった時に次、はい、食べられないです、はいはい。最初の年はそれで失敗しました。2回目また食わせるっていうことができる合わせ方が。わかりました。やった、食った。ほんまね、多分尻尾をつって持ってきましょう。最初こう入れてダメで、こう入れてダメで、こう入れてダメで、こう、あ、もうちょっと入ると思って奥に当てて、ちょっと離したらチンと持ってきました。もうそろそろいい。もういい。あ、離した。もう一回持っていかんかな。いや、もう離したら、あ、取られてるわ。取られてます。いやー。合わせてないやけ。もうちょっと早くてもいいです。もうちょっと早くてもいい。わかりました。大きいと、うん、本当に大きいと、今の予定だったら10秒ぐらいでも乗り込んじゃう。わかりました。待ちすぎわかんな。まだまだだけど、ちょっと分かってきました。やったー。もう、ポーン持っていったから。カニと全然ちゃう。いやー、何本かうなぎ食わしてんねんけど、難しい。ほんと難しい。いや、ありがとうございました。まず一本。まず一本。まず一本。で、ここからサイドアップですね。はい。はい、やったー。おー。いいだと思うんで、左外れますよ。はい。おお。このさ、それ、はい、すごく危ないんで、股の間に挟みましょう。はい、これでいけそうです。うん、はい。よし、よっしゃ。一応生き物の扱いは、ね、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。やったー。うなちゃん、大丈夫、ありがとう。いやいや大丈夫。いやまだ全然満足しない。いやいや、わかりました。満足はしないけど、めっちゃ嬉しい。嬉しい。この一匹の価値。そう。この一匹ですよ。この一本目の価値。もう大変だね。もう怖くて出せないけどね。可愛い。いやでも十分のサイズですよ。ね。いやおもろなんかいろんなことのテクニックに通ずるな、これは。面白い。おもろい。もうでも、もう見てるのがこんなに面白いかっていうのが面白かった。ありがとうございます。ここは難しいけど、うん、
らこの沢でこんな流しなんですか。ほんまやね、この沢やとほんまにもっと硬くないとダメや。ライドロットとかいるわ。お、食った。惜しい。おほほほほ、すげえ。 FSSS のタイガーさんのクーラーボックスです。よしよし、わあ、すげえすげえ。まあな、これで何グラムぐらいですか。これではい、まあ300ないくらいですね。でももう超嬉しいね。大きいの狙って釣れるか、釣れてるからめっちゃ嬉しい ね。ドキッとします。それでなんかね、仕掛け弱くしてみたり、ぬるいポイント行ってみたり、弱い食い込みやすい餌使ったりするよりは100万倍嬉しいですね。うん、もう強い、でかいの、ね、強い、強い、強い、いい人で、はい、やっぱりいいですね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。結局最終的にそこに行き着くんですよ、絶対に。あの大きいのついたり釣りだからね。今俺それ当たると思ってたんですよね。これ。これ入れた瞬間にバーンと持ってった。結構奥まで入ったんですけどね。これここはこっちから入れた方が楽。こっちから。ちょっと上の方から。目の前に持ってたとかにバーン。よ、持っていた。よしよしよし。それで、はい、だと思います。もう入り口で食いました。でライン、はい、もう絶対に止めちゃダメですよ。はい、はい、いや、ストローク長いですね。もうラインを止めない。おー、はい。もうかけた瞬間に、はい、時間かけて、ああ、今数えてました。今34までいってます。あ、離した。待ちすぎると離すんですよ。待ちすぎると高いんや。聞いちゃって、聞くじゃないですか、はい、聞いて聞いてやるじゃないですか、はい、そうするとね、離すんや。離しちゃうし、持ってっちゃうし。あ、ほんならもうある程度で合わせちゃって、ある程度いって、うわっていったらもう何回もその、何回もそのチャンスがあったと思う、うん、なるほど。待ちすぎんのも良くないんや。おお、あれ、針ついてんの。何やってんの。何やってんの。いや、何やってんの。普通の分だけポケットだけ土壌を持ってちょっと行きましょう。俺ね、ポケットで土壌入れた人ね、初めて見たかもしれない。人生まあまあ長めになってきましたけども、ポケットに土壌入れる人初めて見ました。かっこよすぎですね。最高。こっちか、これか。お、入った。何かを持っていたけど、カニかな。カニっぽいかな。何か持っていってますけどね、うん、カニっぽいですね。あ、捕らえた。カニに取られんのが腹立つな。シャツを用意してください。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと持ってください。竿もお願いします。ごめんなさい、すいません。ポケットから土壌出てくるのめちゃめちゃおもろいわ。ポケットから土壌多いやね。こういうですか。ちょっと真横になって思ったけど、はい、ここからこういう竿が、はい、はい、そこを待ってくれ。
ったら左側から持って、待って。お、降った降った。お、降った。お、降った。うん、100万パーセントうなぎ。ちょっと初心者なのかな、手を、はい、右側に持ってってください。はい、絶対うなぎこれ、うん、これはもう100万パーセントうなぎ。はい、俺も思わず引き抜きましたから、ね、引き抜きましたやんと思って。緊張してるからどうしても動きが鈍いと思うんですよね、はい、こうはい、はいはい、持って行ってます、持って行ってます。右側に持ってっていいですよ。 できるだけ手で掴まない方がいい。はい、掴んじゃうと抵抗が大きい。はい、はい、角度が、はい、はい、おお、めっちゃ持っていた、うん、もういいかな、持ってください。ま、もういいかな、まだかな、うん、めっちゃ持っていきました今。もうちょっと、もうちょっと、はい、完全に壊せましょう。持ってかせていいですよ。はい、おお、いった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 。このワンチャンスですよ。はい、一回多分出したけど、もう一回食いましたね。引き出しますからね。うん、一回食い直しましたね。そこでまた止まった。いやー、どうしましょう。いや、俺も絶対今のタイミングで行ってます。俺も行くと思ったんですけど。うん。行きます。はい。あれ、ゆっくり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 。無理やり引き抜いてダメだ。はい。で、上行きましょう。体はこっち側に。はい、了解しました。これかかってんのかな。かかってるはずです。はい、緩めてダメです、ね、全然緩めてないです。出てこないですよね。全然全然出てこない。絶対緩めてダメですよ。はい、緩めちゃ入っていくんですね。いや、でも入れすぎちゃダメ、入れさせちゃダメですよ、はい、入れたらもう、ね、絡んで抜けなくなっちゃいますから。で、このじわーって、あの口入れしないぐらいにぐーって、はい、結構飲んでるはずなんで、時間経ってたんで、はい、両手使ってじっくりこう、はい、ラインを穴のところまで入れましょう、手の、はい、手の。で、そうするとキンクしてこすってるのが分かるはずなんで。あー、なるほどなるほど。そう、それがあの当たりが鈍い、なるほど、当たりが出るか、こう、なるほど、なるほど。で、俺がかけるときだったら、そこの手の手まで持ってっちゃうんですよ。あー、で、そこから横に引き付くっていうことをしないと出てこないと思うんです。なるほど。じわり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 、横に出したのをまた左手でライン掴んで、でじわり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 出していきましょう。多分ね、こっち側からこうは出てこないんです。なるほど。これは難しいな。めっちゃ狭いとこ入ってるんですね。そうですね、そうですね。ここにこんな大きいのが入ってるのかっていうふうになると思うんで、はい、お、あ、なるほど、わかった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 。であれですよ、そう、うなぎ掴んだ。でも、水から出しちゃダメですからね。はい、うなぎ掴んだ。はい、ゆっくりゆっくり。うなぎ。はい、うなぎを持ってます、今。うなぎ、います。うなぎ、います。ラインで引き出しましょう。はい。うわぁ、うなぎ。足のポジションをしっかり取っておいた方がいい。はい、取ってます。触れる時もありますからね、はい、久保さん。はい、だと思います。尻尾も出てるんですよ、頭も出てるんですよ。だからどっかで巻きついてるんですよ、こいつ。歯がゆい。太いですか。まあまあ。おー、いいねー。おー、出てきた出てきた。うわー、まあまあ。おー、いいねー。お、出てきた出てきた。これは難しい。ね、今みたいな時があるんですよ。しびれますよね。こういうね、こういうところの糸がずっと入っていたんですよ。で、キンク、そのノットの部分とかがこう引っかかってるのが分かって、それをこうゆっくりゆっくりこうこの隙間から出してやって、ピッてやったらパッと頭が出たから、頭グーッと一発使ったんですよ。尻尾も頭もこっちにあって、手に当たって、それでも出てこない。
出てこない。理由が分かりますよね、はい、全部元に持っていかなくなります。そう、手が大事。今までの僕の釣りやったらやっぱり道具の力を信じて、道具の力でなんとか出そうと。この太い手足張りそう。僕は谷川さんの太い15号を使ってるし。これメインは何号でしたっけ。メイン30号。30号と15号。サイズアップしましたね。サイズアップした、やば、サイズアップ。これポロッと外れとこってなるんでね、はい、やばいですね。おお、二重、ね、いいね、いいうなぎ、いいうなぎ、いいうなぎ、いいとこかかってる、口元かんぬきな、かんぬき、やば、土壌も、いや、いいうなぎ、いいうなぎ、これはいいうなぎだ。これをまた何か挟んで、ね、またバサミして、うわー、口でかいな。そうなんですね。うわ、土壌に生きてきた。最初の俺の最初の、はぁお前が、お前が食いしん坊でよかったよ。サイズアップよかった。ありがとうございます。もう最高。ありがとうございます。ありがとうございます。今みたいな感じでパッと攻めてください。はい、はい、ありがとうございます。あ、なんかいるな。なんかいる、うん、でもカニじゃないかな、多分一撃で食ったけど。あ、今食い、そこで引き抜きました俺。カニっぽいですか、うん、ここに、ここに下にいたのはカニですね。いる、食った。あれ持って行ってないですか。でも、うん、でも、いや、動かなさすぎだけど。あ、動かないウナギもおる。あ、そうなんだ。ラインの入り方がちょっと尋常じゃなかったんで。ああ、今も動いてるんですかそれ。いや、これ、まあ、動いてます、動いてます、動いてますよね。動いてます。うわって入ってます。入ってるんだけど、うなぎっぽくないんです。うなぎっぽくない。ガツガツガツって言うんで。ああ、うなぎじゃないですね。うなぎじゃない。カニ、カニですね、多分。もう、カニ、カニ、カニ、動くみたいな、ちょっと、うん、めちゃめちゃ…ちょっとおかしい…取らない。これは…ちょっと微妙です。微妙な…おるね。生意気だけど、言ってることはめっちゃわかります。どこだ、あった。いや、下からの方がよく入るかなって。ああ…今、あの、ゴミが詰まってるぞ。ああ、そうですね。何かゴミが入っちゃってる。そのゴミのところが居心地が良くなってるはずなんです。なるほど。角度変えて、うん、諦めかな。こんだけやって、あ、食った。よしよしよし。もう晴れていいと、はい、絶対に分かるから。はい、よいしょ。うなぎでしょ。うなぎ、もう絶対うなぎ、絶対うなぎ。カメラそこですね。はい、うん、絶対うなぎや、うんうん、もうこれはもう絶対に。ガツ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 してます。おー、食った。もうライン入れなきゃダメですよ。はい、入れてます。もうどんどん入れて、はい、しっかり伸ばしてやりましょう。はい、まだ生命感はあります。もう全然、多分ね、もうここであんだけ当たんなかったらカニじゃないですよ。もう、そうやね、絶対カニ先行きよるね、うん、もう、組んでるかも。ドツンとかじゃなかったけど、ツンって言って、ツンツンって言って、ズッ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 。あ、いらないいらないいらない。粘りがち粘りがち。まだ動いてますよね。いや、今は動いてないですね。今は動いてないです。もうずっと動いてましたね。糸はたるんだりしてません？たる、あー、ゴルフの。そしたらもうあとは、もう、はい、ちょっと緩めてやって、で、はい、その、
きながら、はい、引っ張りすぎずに、はい、もういるな、確認できたな、ゴンです。ああ、もうそれでいいんですか、グッと行った瞬間じゃなくても。もう奥まで行って動かないこともあるし、はい、それをこうやってる時にパッてやられちゃうと離されちゃうんで。なるほどなるほど、確認のオールを内に合わせた方がいいってことだね。オールオール合わせます。よーし、オールオール、よーし、オールオール、よし、あ、抜けた、あ、おる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 、お、あ、でかいでかいでかい、おー、ナマスだ、でもいいじゃないですか、ナマちゃん、お友達、ナマちゃん、お前、お前お前こんなところでお前うなぎは重たいやないか、ナマちゃん、うん、そうそうそう、会いに来てくれたわ、ナマちゃん、よし、外してあげれるかな。ちょっとだいぶ嬉しいな。あ、これ粘りがちですよね。山ちゃん、多分ね、こいつにも当たってるんですよ。竿がぬるっとしたのがあったんですよね。なほちゃん、ありがとう。この土壌は食べな、あんた。粘りがちやね。あ、かわいい。うなぎよりちょっと弱いぞお前、もっとうなぎが強いぞ、頑張れ よ、 よ、 あ、 ありがとうございます、よし、はい、ナマちゃんありがとう、はい、このついでね、ナマズめっちゃ釣りたかったんよ、最高です、ナマちゃんありがとう、グッドラック、おー、かわいい、ありがとうございます。まず、いやいや、初ナマズ、初ナマズ、まずまだ追ってくれ。よかった、ナマちゃんです。パラッパ、これぐらいかな。パラッパ。あ、めっちゃ入る。大丈夫ですか、こっち。釣りました？ん？釣った？違うかな。うなぎが、あ、土壌が暴れただけや。竿の感度が良すぎる。でも土壌が暴れるっていうのは怪しいですよね。うん、これブラッとかって暴れると止めますもん。あ、なるほど。ここめっちゃ掘れてる跡あるからいると思う。あ、食った。よっしゃ。どっちだ、うん、なんだろう、え、うなぎ、ああ、入っていた、入っていた入っていた、入っていた、今飲ましてる最中ですね。おお、絶対うなぎやね、絶対うなぎ、絶対うなぎ、おお、うん、ブンブンブンは絶対うなぎ、絶対うなぎ、絶対うなぎ、 100% うなぎ、今このコンテナに、おお、うなぎだ、うなぎが、うん、あ、これが飲み込んでるんですか、ガッ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 、おお、はい、おー、よし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 、いや、でもさすがです、ぬるっと出てきちゃった、ぬるっと出てきましたね、いやー、はい、バイバイ、はい、バイバイ、グッドラック、どこに行ったか分かりませんおめでとうございます、イエーイ、おめでとうございます、さすが、 あっちの方が絶対難しいからね、まあ、うん、確かに、よっしゃ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 、でかいでかいでかい、網はすげえ
手伝えないすいません、いいサイズ。今日はチャンスがあるはずなんで、はい、絶対に。わかりました、わかりました。バトルでした。来てますね。もう間違いなく来てますね。うん、間違いなく。いやもう、ね、って言ってたから。でかかったのは間違いないと思います。でかいと思う。ねえ。あ、やべえわ、YouTube だわ。ちょっとやっててください。今日の YouTube だ。ありがとうございました。いいえ、とんでもないです。お疲れ様です。必ず来ます。はい、最後の本当悔しいんで。そうですね。はい、最後のは悔しいですね。ちゅうか、今日もやけど、ちょっとだいぶ難しかったですね。まあでも、必ず来ます。はい。よろしくお願いします。声飛んでも、ありがとうございます。流れで何にも聞こえないですからね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。映んないんですよ。映んないんですよ。めっちゃ。